おはこんばんにちは、東北キリタンです。今日は久々に晴れた休日ということで、ちょっと遠出をしてみようかなと思います。向かってる先はと言いますと、神奈川県の横須賀です。ここでちょっとした観光とか戦時中の遺構がたくさんあるらしいので、廃墟探索をやっていきたいと思います。まずはバスに乗って海方面へと向かいます。本当は船に乗って横須賀の近くに浮かぶ旧日本軍の要塞島猿島へと向かおうと思ったんですが、ここに着く直前にしばらく欠航している事実を知りまして、急遽横須賀散策といった形になってます。バスを降りてまずは海に向かって歩きます。途中防空壕かなんかの航空地を見つけました。この辺り掘ったらどこかしらの地下壕に当たると言われるほど、かなりの数の地下壕が存在しているらしいです。山の中に入るともうこんな感じであったりします。見た目はなんか自然に作られた洞窟のようにも見えますが、入ってみるとこんな感じで意外と広いですし、形がなんだか整ってるので、おそらく旧日本軍の作った地下壕でしょう。上に穴が垂直に開いてますね。なんででしょう。通気用にしては入り口から近すぎるので、違いますかね。この柱は何でしょうか。雨水か何かをここから取ってたんでしょうか。下に受け皿のようなものがあります。懐中電灯がないとこのように全く光の入らない空間になってます。しかもちょっと涼しい。この地下壕はここでおしまいですね。おそらくこの先も続いてるんでしょうけど、完全に埋められてます。寄り道はこの辺にして海岸線までやってきました。素晴らしい景色です。向こう側に見えるのは千葉県でしょうか。近くには大きな石碑が立っていました。なんかの記念碑だろうと調べてみたらびっくり。この場所どうも江戸時代の処刑場だったらしく、処刑された人を供養するための石碑だったのです。横に彫られている感じはお経なんだとか。全く処刑場って感じはせず、普通に綺麗な海岸なんですけどね。道の先には江戸時代初期1684年に建てられた木造の灯台があります。灯明堂と呼ばれており、近くにある浦賀港への道しるべとなっていたのでした。建物自体は復元されたもののようですが、石垣に関して言えば当時のそのものらしいです。それなりに大きいです。横須賀の海、いやー綺麗ですね。関東近辺ではここと静岡の伊東の海が好きです。下水の海とか汚水の海とか形容されている東京湾ではありますが、この場所は全くそれを感じさせません。透明度で言ったら、この前行った福岡の能古島の海より透明度が高い気がします。海水浴とかしてみたいですが、一人焼肉よりきついですよね。海岸線の端まで歩いてきました。この奥は立ち入り禁止。なぜならこの先は防衛省の敷地になるからです。防衛装備庁なる重要施設や刑務所がある模様。この海岸の近くの山の上には千代ヶ崎砲台なるものがありまして、そっちも観光してみようと思います。工事中？入れるのかな？坂道を上がっていくとこのように砲台への入り口が見えてきます。山のてっぺんに位置するため、ここから東京湾に入ってくる敵船を狙う目的で作られたんでしょうね。地下通路への通気口でしょうか？なんかやっぱり工事中につき、奥までは見学できませんでした。というわけで、ここには用はないのでバスで京急栗浜駅まで戻ります。そういえば、朝からご飯を食べてなかったんで昼食を。久しぶりに食べましたよ、いきなりステーキとか。肉はやっぱいいっすね。食事が完了したら電車とバスを乗り継いで、横須賀の中心街へと向かいます。やってきたのはこちら。ベルニー公園と呼ばれるこの場所からは、横須賀にあるアメリカ海軍基地の軍艦と、海上自衛隊の軍艦両方を見ることができます。アメリカ軍の基地側に停泊しているこちらの潜水艦は、自衛隊の潜水艦となります。結構大きいですね。リアルで初めて潜水艦を見た気がします。その奥に並んでいるのが、アメリカ海軍のイージス艦でしょうか。今日は原子力空母はいないのかな。そしてこちらは、海上自衛隊の基地側。いわゆるヘリ空母ってやつと、南極へ行くための砕氷船が停泊してました。ちょっと近づいてみました。情報によると出雲っていう船らしく、海上自衛隊の中でも最大級に大きい艦船になります。ヘリ空母とも呼ばれており、中には大量にヘリが積まれてたりするわけですが、戦闘機が搭載できるように改修が行われたようで、将来的には文字通り空母となる予定です。遠目から見ても結構大きいことがわかります。近くには、旧日本軍の戦艦、陸奥の主砲が展示されてました。こんなの撃ち込まれたらひとたまりもないでしょうね。めちゃくちゃでかいです。
さて、次なる場所へ向かうため、電車へと乗ります。今度は京急ではなく JR です。駅からもバッチリ出雲が見えます。やっぱでかい。そしてお隣の田浦駅で下車します。この辺りも廃墟群がたくさんあるとのことですが、時間的な理由により今回はスルーです。ここからバスに乗って某所へと向かうんですが、待っている間駅の周りを散策していると、これ、また地下壕の入り口と思われる場所を発見。この辺り、本当にこういった地下壕が多いです。そして、バスに乗ること十数分、その某所へと到着しました。ここ山の中になるんですが、至る所に塞がれた地下壕の入り口があります。この山の中には戦闘機を格納するための巨大な地下壕が存在するとのこと。太平洋戦争末期、空襲が激化する中で航空機を守るための地下壕です。早速、入れそうな入り口を発見。が、水没。そんなに深くないので長靴があれば行けそうですが、持ってないので別の場所を探してみます。そんですぐ隣にも入り口を見つけました。こっちも水没。かと思いましたが、これなら行けそうです。その先は水没してそうですが飛び石が形成されてました。前に入った誰かの仕業でしょうねこれ。なんとか渡り切った結果、めちゃくちゃでかい部屋に出ました。うわ、結構広い。普通に通ってた、小学校とかの体育館並みに広いです。間違いなくここが戦闘機などを格納していたスペースになるんだと思います。なかなか映像じゃ伝わりづらいですが、かなり広いです。下はどうやらアメリカ軍に接収された際に、一部埋め戻されたとのこと。なぜ全部埋めなかったんでしょうか。ちなみにここ、山の中にある地下壕なのですが、この上のレベルにも地下壕が存在していたり、山の上には砲台陣地の跡地があったりと、要塞地化された土地となっており、旧日本海軍にとっては重要な拠点であったようです。そんな場所に酒瓶が落ちてますね。戦時中のものでしょうか、にしては新しいような気がします。奥まで進んできました。この巨大な空間は、どうも十字のような形をしているみたいで、その右側へと来てみました。端の方は水没してます。後からこの映像を見ていると、なんか心霊スポットよりよっぽど怖そうなところにいるようにも見えますが、当時は不思議と全く恐怖を感じませんでしたね。端の方は、水没してます。後からこの映像を見ていると、なんか心霊スポットよりよっぽど怖そうなところにいるようにも見えますが、いくつか分岐があるみたいです。とりあえず、突き当たりの方の入り口へと潜入します。水没がすごいから一旦戻って壁伝いに行く必要がありますね。いやーしかし、70年以上前にこんなでかい穴を掘っていたとは驚きです。当時のこういった地下壕は、基本的に人力で掘られているそうですが、果たしてここもそうでしょうか。だとしたら驚きですね。通路に侵入しました。すぐ先が出口になってそうですね。驚くべきことに、この通路の先には先ほどと同じくらいの大きさの地下壕に出ました。ここの陣地かなりでかいですね。こっちは随分埋め戻されちゃってます。もしかして、下に何か埋まってるのでしょうか？出口は完全にコンクリで塞がってます。自分が侵入した口なんて全然大きくないのに、なんで塞がれてなかったんでしょうね。やっぱり広い。こっちは天井に照明器具が残っておりますね。岩盤から何か染み出てます。地下水かな。この大きな地下壕も、途中で分岐の壕が存在しますが、あっちは完全に水没してますね。向こう側の口は、完全にコンクリで塞がれているのは外から確認済みなので、地下水は逃げ場を失ってこのように溜まってしまうのでしょう。もしかして全部塞がなかった理由は、排水のためなのかもですね。
別の行動に入ってきました。下を見ると枕木を引いた跡があるので、当時はレールが敷かれて、トロッコか何かが走っていたのでしょう。この行動の脇には、多数の部屋的なスペースがあります。何に使ってたんでしょうか。先は水没ですか。この浮いてるやつは発泡スチロールです。産業廃棄物か何か。もっともっと、奥まで続いているようですが、水没がひどく引き返します。この辺りは、まるで迷路のようにいろんなところで行動が分岐してたりするので、下手したら迷って出られなくなりそうです。当然、地下壕の中は携帯の電波なんて届かないんで、方向も確認することもできません。傘が落ちてる。戦時中のもの、なわけないか。チューブといい誰が持ち込んだんでしょうね。こっちは雪止まりか。これは何か特殊な兵器か何かでしょうか。さっぱりわかりません。銃弾かと思いましたが違うっぽい。何なのかは不明。ここは比較的、当時のものと思われる遺留品が多数残されていました。あれは地雷。まさかね。ここの号はこの字になってるのか、さっきの場所へと戻ります。大体行けるところは全て網羅しました。今日のところはこれで引き上げて帰宅します。毎度言ってるような気がしますが、今日の撮影がおそらく一番体力的にきつかったです。ではご視聴ありがとうございました。もしよければ高評価、チャンネル登録をお願いします。ではまた。